おはようございます。スーパーファミコンバンファイアーエンブレム、紋章の謎、パート15、15回目でございます。今回は第1部15章、マムクートプリンセス。大賢者ガトーが求めた光と星のオーブを得るため、マルスたちはカシミアのラーマ神殿を目指した。そしてカシミア海峡で彼らを阻止せんとするグルニア黒騎士団と壮絶な戦いを繰り広げた。だが世界最強を誇ったグルニア黒騎士団も今ではかつての栄光はなく、もろくもついえ去った。そしてラーマン、古の秘宝が眠るというこのナーガの神殿でまた一つの物語が始まる。神々やが、なんやろこれ。マップを見る。ドルワヘ、ドルワヘ、ドルワヘ。四季マムクって。ヒカバー。泥棒がいっぱいおるな。なんで、なんか隠れてんな、この中。開けていくやろ。開けて入ったりする。ああ、なるほどな。アイテム整理をします。別に、アイテムを預ける。宝の鍵。どうすっかな。盗賊がいるんで最初に奥行った方がいい気もする。もらう道具。どうすっかな。ちょっとわかんねえな。武器系、鉄の剣じゃちょっとな。サンダーソードいっとこう。オグマ勇者やから。なんならドラゴンキラーもらっといていいんじゃない？で、ドア開けられへんもんな、俺。いや、むちゃくちゃおる。王子、このラーマ神殿にはご注意ください。この神殿には恐ろしい力を持った女神がおり、略奪するものは全て焼き殺されると言います。確かに正規を犯すことは辛い。でもラーマン神殿にはどうしても欲しいものがある。神殿を守る者を刺激しないように、ここは選ばれたわずかの兵士たちで行くことにしよう。シキよ、遥か昔に滅び去った偉大なるナーガ族の王女よ。この神聖なるラーマンの神殿を犯そうとする者は、お前の力をもって全て焼き尽くすのだ。夫婦。バヌトゥからはぐれたそなたをメディウスの手から救い出してやった恩を決して忘れるでないぞ。バヌトゥからはぐれた。神竜。まあ、少ねえか。じゃ、これバヌトゥでいかなあかんだな。じゃ、バヌトゥ最速移動。をちょっと試みてみます。流石、下流石。まあ、竜の状態で喋れるかって言ったらちょっと謎やけどね。まあまあいいや。下流。で、他は、どんどん進軍していく感じで。そんな強かないか。ただ思うというか、盗賊に誰かつけとかんかったらまずいよ。多分 1V1 っていうのかな。高いとすごい武器持ってないしね。2人つけるか。ハーディンと、ナバール。他はどんどん上がっていく。回復2人おったらよかったな。って考えると、2、いや、2つに分かれた方がいいな。賢い。まあ、賢いか謎やけど。こんな感じでどうでしょう。バヌトゥを守りながらどんどんチキに近づいていくチームと、
事故った。まあ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 、計算の上です。盗賊よ、こいつら、とって、なんか宝箱あるんやろ、だからみんなだ。宝箱があるんやろな。で、扉開けて、だからといって、だからといってな。だからといって、急いで行くわけにもいかへんし、無視してね、他の人たちを。ただ、いや、待てよ、逆に開けさせた方がいいのか、とか。ただ、これ思ったんが、俺だって、開けられへんよな。じゃ意味ないのか。2ターン。1つの部屋に2つあるとしたら2ターンか。なるほど。盗賊はなるべく無視してみたいな。でもいいのかもしれん。道は作りつつ。なんかいろいろ考えてはみるけども。盗賊2人おった方がいいな。間違いなく。外から回っていく。あれ、これ自分回復できんの？え？まさかの。交換、傷薬。そういうことあるんや。ちょっと知らんかったな。じゃあ、マリ君も前に出した方がいいな。まあ、ボディーガードみたいな感じで、いてもらってるけど、ただ、まあ、危なかったら来てもらうかけ、例えばこの中に敵みたいなのがいたら、バーって駆け寄ってくるみたいなシステム。駆け寄りシステム。それでいこう。まあ、基本盗賊は無視で、通してあげるでいこう。22か。普通にダメージ入るな。俺、壊れた意味持ってんのか。それはまずいぞ。まずかないか。ん？違う。開けた。ああ、開けたら中が見える。開けたら中見えるシステムか。とまずいのか。レイピアでいいでしょう。どうやってあいつら逃げていくかっていうか、そんなもん、道を切り開く必要があるのか、謎いな。いや、謎い。外回りで行くとかもいいかもしれんし、一体倒すか。ラーマンシーフ1000ゴールド。道を開けへんかったら、それはそれで微妙やから。杖ライブ。どんなもんが取れるか。でね。臭いし、違う、臭いの意味
魔導士やシスターがレベル10で上級職に転職、クラスチェンジできる。これでいいよ、とりあえず。で、どんどん。ん？邪魔してくるか。邪魔してくる感じならもう倒してしまった方がいいな。ヒルソードか。どうするかな、この盗賊は。いや、もう一旦生かそう。ミスタードラゴンを前に出して道を作る、道を作る。いや、よしよしよし、このまま、あ、OKOK、これは助かった。道を作って奥にどんどん通していってた方がいいかなと思ったけど、そんなことはなくて、これやな。お、間違えた。やべえ、ナベル耐えれるかな。これやな、これで行こう。鉄の杖。よし。まずは。まずは回復薬を一人ずつ。で、ふさわってるところがあってですね、これは。どうな、2体いた方がいいのかな。戻るか。チキ、チキはおそらく何かしらのエピソードというかそういうのがあるはずなので、バーヌトゥーで喋るかな。どうすりゃいい。下がる。いいね。これ多分ドラゴンキラー。まあまあ、力武器レベル上がってるけど、どこまで上げる必要があるか。全員20目指していくべきな、それはまあまあそうなんやけど、ただ最低のね、16でいいやったら16でいいし、14でいいやったら14でいいしっていうのはあるはずなんで、扉。あーしよし。これ開けられへんので、次のところで待機するか。これどんどん開けていく。どうしようか。星のオーブを持ってた。よし。光のオーブを持ってた。よし、これでオーブ2つを手に入れた。なんで、これを次、預けりゃいいのかな。距離は別に取らんでもいいと思うよね。攻撃の武器がないんで。そうね。状況
玉座の制圧を目標にしてます。あとは、ちょっと開けていく作業をして、そんぐらいか。1万ゴールドか。これは俺も開けられたんだけどね。開けられへんもんな。じゃあ次右に寄っていく感じ。一応、倒してから、正気を取り戻させるみたいな。血の可能性もあるな。ただあんまり行ったところで。行ったところでな。強そうなんで、チキ。倒せない可能性が、すごく高い。気がす、氷火やから、バヌトゥ、バヌトゥじゃ厳しいんじゃないかな。とか、そういうのもあるかもしれん。盗賊もっと育てなあかんとかあるかな。いや、まあ、でもこれぐらいでいいような気はす。ただ、これ開ける、例えば、あ、ここ開けました。ここに弓使いがいました。倒しきれなかったですってなってやばいよな。それやばいよね、一番。なんで、それは避けたいけど、もう避けようがないからな。一撃であくまでも一撃で倒してくれることを前提に、今動いてるけど、もしか、ってことは、マリックに後ろ立たせりゃ一マスだけの中が判明したら攻撃できるんじゃない？ここにいるとか、ここに入って攻撃しますとか、できそうじゃできそう。できないんやろか。で、物はもうマルスに渡すとかだしね。話せんねって話せそう。おお、チキを探しておったぞ。ガネ紛失をかけられておるのじゃな。さ、目を覚ますのじゃ。あ、おじちゃま、どうして何があったの？おお、気がついたか。よかった。大丈夫かの？私何か怖い。ずっと怖い夢を見ていたみたい。すまなかったの。お前をこんな目に合わせてしまって。だがもう大丈夫じゃ。これからわしがずっとそばにおるからの。約束よ、おじいちゃま。もう一人ぼっちは絶対嫌だからね。ってことで、チキは報いて仲間になりました。チキ強いのかな？強いんやろね、きっと。ナバール、あとはしばらく作る全宝箱を全扉を確認する。いいね。天使の衣、じゃ天使の衣を使ってもらっても、天使の衣って防御、何が悪いんやったかな。大地の防御、はてなはてなはてな、わからん。思ったけど、輸送隊で違うな。盗賊にいろいろ持たしといたら、あの手持ちがいっぱいになった時点でそれ全部もう送られる、輸送船に送られるんで、それ
そっち使った方がいいな。じゃあ、フルにいちいち回収じゃなくて、フル残し。フル残しの、あ、まずいですか。届かない。届かない。届かない。これ倒せ。いや、いけると思うけど、さすがに。よしよしよし。鋼の意味、こんな感じで輸送船に送るアイテムを選べるんで、そこは、あ、HP7 か。HP7 上がるんやったら、そう、23やな。23って大きいんじゃない？これ30、40、50にすると、進化、竜になった、なったあったら別にそんなに痛くはないんやろうけど、なる前の攻撃をある程度耐えられる、飛竜の鞭。なんでしょう。飛竜の鞭か。アイテム、違うな。パワーリング、パワーリングは誰が使う。ドラゴン強いのか。ところでってマルスよ、わしのいるところはマケドニア城の北の村。そう、もうすぐじゃ。星と光のオーブを手に入れたなら、そなたが手に持って訪ねて参られよ。スターライトがなければ、ガーネフからファルシオンを取り戻すことはできぬ。ガーネフは幻の都、テーブに逃げ込んだが、そなたの姉エリスもそこにいるはずじゃ。今まではわしの力でエリスを守っておったが、いつまでも持たぬぞ。早く行ってエリスを救い出してやりなさい。オーブね。オーブか。そうですね。じゃあ、まあ、時間いくらいなんで今日はこの辺にしておきます。次、ブラックナイトつかみをちょっと楽しみ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。